デビッド・ホワイト、チャールズ・デビッド・ホワイトは、アメリカ合衆国の地質学者、古植物学者である、ニューヨーク州のパルミラで生まれた。1886年にコーネル大学を卒業し、1889年からアメリカ合衆国地質局で働き、主任地質学者になった。1903年からスミソニアン研究所の純学芸員となり、地質学や古植物学に関する多くの、 研究論文を発表した。古生代ペルム期に栄えたラッシュ植物グロッソプテリスに関する包括的な研究を行い、ブラジルの炭鉱で採掘された化石植物を研究した。地質学者としては鉱物資源の埋蔵量、生産量の見積もりを行った。米国科学アカデミーから地質学、古生物学に貢献した人物に贈られる。 トンプソンメダルを1931年に受賞し、1934年に古生物学のチャールズ・ドリトル・オルコットメダルを受賞した。1932年にアメリカ地質学会の会長も務めた。CD ホワイトは植物の学名で命名者を示す場合に、デビッドホワイトを示すのに使われる。ありがとうございます。